ユうからは、アイヌ民族に伝わる、女ジ児ジシの総称。アイヌ語で、女ジ児ジシを意味する。少年の英雄が主人公となる内容が多いため、英雄女ジ児ジシと訳されることある。カナ表記は統一されていないが、カタカナを用いる場合、カヤノシゲルは、ユカとした方がより忠実としており、この表記が現在一般的である。ラテン文字表記は、ユカラとなり、ユカラではない。 ゆからではなく、ゆうからと表記されるのは、アイヌ語学者、金大地京介による。第一音節にアクセントがあることから、母音が長く発音されることがあるため、金大地は日本語の表記として、ゆうからという超音表記を選んだ。短いものから何日もかけて語られる、長いものまである。アイヌは文字を持たないため、交渉で伝えられてきた。アイヌ民族で、 アイヌ文化研究者のカヤのしによると、床という言葉について、板たゆかいコール喋り方を真似る、あっかゆかいコール歩き方を真似る、いっぺゆかいコール食べ方を真似る、などと珍しい言葉ではなくごく普通に使われている。私が語った床も私が作者ではなく、ずっと昔のアイヌが語りそれを誰かが真似て、口から口へと受け継がれ、私もそれを真似をさせてもらった。とされている。 近代地京介の分類によると、ユカラは人間のユカラとカムイユカラの二種類に分けられる。人間を中心として語られるユカラは、主にポンヤウンペと呼ばれる少年が活躍する冒険団である。カムイユカラはカムイが一人称で語る形式をとっており、サケエと呼ばれる繰り返し語が特徴でアイヌの世界観を反映した神々の世界の物語である。中には、 神、自然と人間の関係についての教えが含まれている。三文の物語はアイヌ語ではウエペケレという。アイヌの人々が文字を持たないアイヌ語によって自然の神々の神話や英雄の伝説を口伝えの言葉による豊かな表現で語り伝えてきた。近年、アイヌ語、アイヌ文化の衰退とともに、言うからをはじめとする交渉文学の語り手も次第に、 少なくなっていったが、アイヌ語、アイヌ文化の復興運動の中で、交渉文芸を練習、習得した、新しい語り手も育ってきている。ユーカラは、日高西部、イブリ、石シカリなどでの名称で、トカチやクシロでは、サコロペ、日高東部では、ヤイラプと呼び、主人公の名前も、オタストゥンクルなどとなる。カラフトアイヌ語では、ユーカラは単に歌を指す言葉で、ジョジシは、 ハウキと呼ぶ、ありがとうございます。